あ、ごめんなさい。いいです、いいです、いいです、大丈夫です。はい、日光はあれから卵を産まないで体内に、はい、奥の方に卵があります。はい、でも元気ですね。元気で今日も朝あの家の中徘徊してたので。産卵はないけど、携帯はあると。はい、で体重も着々と増えて、今日朝も121やったので。でも卵は2、3、はい、2、3ありますね。大量運賃をしてるから、大きいんですね。もうそうそう、ドバッとする感じです。どの辺からもうずっと大量なんですよ。だからどの辺で卵は、卵ないけど温めるふりをして、卵は、もうここら辺で触って卵があるかなって、骨盤が開いてるので、うん、でここら辺から卵が触れるようになってきてるから、降りてきてるかなっていう感じで、はい。出てほしくなってます。電話ちょっと大きいですね。ですね。でご飯も食べてますし。じゃあこの子はまあ大きいね。はい。しまいますね。継続で、はい、お願いします。じゃあ、この子の名前なんだっけ、めめちゃんね。めめです。めめちゃんね。めめちゃんは今ちょっと写真撮って、この場で現像しますから、ちょっと待っとってくださいね。はい、わかりました。じゃあ、外で待ってます。はい。